当たりました？あ、終わりましたもん。ええチャンスゾーン通すとボーナス当たって、はい、そのボーナス中に今度また抽選パスすると AT なんだけど、はい、ボーナスでくじけました。あら、ボーナスがね、50枚ぐらい、5、60枚しか取れないから少ない。なかなかね、やっぱ厳しいところありますね。お互いじゃあ厳しい台を打っているということで、だから当てたらすごいんじゃないかと。ああ、なるほど、まあ、ネットですしね。そうだね、ネットで荒くないわけがないんで、信じたいよ。はいはい。お、赤いけました。最高、まだ引いてないですからね。ペア役もうラストだ。音もならず残念、駆け抜けですね。100枚出ないんだな。はい、98枚。これまだ初当たりが軽いからいいですけど、重かったら大変なことになるぞ。さあ、6度目でしょうか、ボーナス後初のチャンスゾーン。こいつは弱いだろう、星4。こいつに負けてるようじゃもう無理なのでは。コンスタントにボーナスを取るのはもうデンジャーになっちゃったんですが、あと2回ナビが出れば勝てるような気が。うわ、負けてんじゃん、ムカつく。今のムカつくわ、負け方。とんでもない台に手出しちゃったのかな。バウンティーハンターですからね。やっぱ結構大変な道なのかな。はい、職業的にも茨の道ですよね。背中汗ってことか。お、青、もう一個いけ。あー、発展しちゃった。あ、赤い。しかも見たことない連続演出だから当たるだろう。あ、さっき来たかこれ。え、来てない。あ、来た。うわ、一番強いやつじゃないこれ。 2.5。 おー、出た。二択を決めてデカダンで攻撃、賞金区を撃破するよ。こっちも面白そうだね。まあ、その2択 の、 その選択肢のものを引かなきゃいけないのか、フラグなのか何なのか。こっちの方がなんか当てた時のダメージでかそうだよね。ああ、ダメなの。あ、え、どういうこと。 OK なの。あ、そういうこと。ええ、いいじゃん、冗談だよ。冗談じゃないよ。あ、揃ったよ、ほら当たった。あれ、出た、冗談じゃないよ、じゃないよ。聞こえてっかって。すいません、興奮しながら。すいません、申し訳ない、ギャグが。違う。当たりました。当たりました。めっちゃ多分強いやつ倒した。ってことはめっちゃ出るってことですか。いや、そんなことはないな。え、それだけ言っとく。そんなことはない。トータル19,000円、ダブルで揃ったら40ってことかな。多分ね、これね、分かった、ボーナスにすごい手こずってる台じゃないね。ボーナスはもうポン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 引いて、そのうちの1個をなんかもう通すみたいな、通して AT につなげるみたいな。ボタン押せなかった。
これがアサルトね、今言ったのをキャンセルしちゃったわけで、今ね目押しミスった、じゃあ押し順ミスった、そんなことないよ。あーこれは突破すんじゃない、はい揃った AT 入ったよ、おめでとうございます、ありがとうございます、招待この番組で見る最後の AT 突入画面かもしれないっていう、この機種のなるほど、出っ放しで止まらないってことですね。ああまあそうとも言えるね、そういうことですよね、そうとも言える。え、これ 75% でループするらしいですね。え、すごい、めっちゃ連チャンするってことじゃん。3、4連え、え、そんな現実的なこと言うなよ確率でいうところの、はい、ボソッと言うね、しかも3、4連ですね、いや、マリモさん、3、4連ですよ、それはみたいなあんまりたまんねえな、この断層に弾が単発もあるのかこれ、一直線のベルが、あー赤だ、これ一回は通させてくれんのかな、そんな甘いことはないのか、はい倒した、あ、なるほどなるほど、あ、ここに行くってことか、おお倒した倒した、俺の知ってる賞金組とはかけ離れてるな、もう別物ですね、あ、なるほど、これでご褒美ね、ここで多分なんかレア役引いてればいいご褒美なんだろうな、まあまあしょうがないね、アフタヌーンステージです、あれもうすぐあれじゃん、全員倒すじゃない、全員倒すとねバウンティーボーナススプラッシュかゴールドバトルです、お、3つ入れた、お、もしや、あー3つか、よしよし、押す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 、あ、4だ、さっきこれに負けたのかよ、弾丸ベルで鍛えて 50% オーバー、ここに止まれば弾丸ベルなんじゃないか、だよね、よーし、あと1人じゃん、え、なんか集めるんですか人、なんかね、5人賞金組がいるんだよ、はい、その賞金組5人を全員倒すと通常時も、AT1 も引き続いてんだけど、はい、倒すとご褒美が、およし3つ、これも直線で揃ってください、よし4つ、あ5つ、あそうか、最後のゲームで、うわーマックスだ、最後の3ゲームある中の最後のゲームで揃うと対象役がなんか1ゲーム加算されるとこ書いてあった、こういうことか、うわっこれ勝ちじゃないの、ほう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 、ほらほらチャンス目だもん、え今のはダメなの、このゲームは、えまさか嘘でしょ、イエース、わけもわからず、一応ここが多分一つ目で目指すべきとこなんだろう、全員倒すっていうのは、
でスケベかける5で何かいいことあるんでしょう、このスケベシーンかける5でね、ゴールデンチャレンジみたいなのがいいんだよな、ゴールデンバトルか。あー、こっちじゃないんだよね、おそらく。さっき消化、今まで消化してきたボーナスの上位版ですね。ダブル揃いでゲーム数40ゲーム。多分こっち引いてもしょうがないんだろうね。枚数増えてちょっと ST 長く消化できるかもぐらいなんだな。やっぱゴールデンゲートだったかな、取って多分そこからここ行くわけでしょ、ゴールデンゾーンっておそらく、ね。ならそれ降格、これ7を狙うってこと、とりあえず7狙うよ。狙えたってどうせ疑似遊戯だろこれ。はい、揃った。あ、10ゲーム。あ、え、ゴールデンゾーンついてんだけど、おそらくだけどこれ多分うまくいってるな。多分賞金首エンジェルそんな簡単じゃねえからって言う、画面の前で言ってる人がいそうな気はする。でもこれ19ゲームっていうか20ゲームあったらでかいんじゃないか、ここは。ここはなんかデカダンが出やすくなってるゾーンみたいだね、ゴールデンゾーンっていうのは。であるがゆえに発展しやすいと。あー、ダメか、3個だと 40% ぐらいのもんなんですかね。いや全然ダメじゃん、せっかく行ったのに。マジ？いや全然ダメだったんだけど。え、終わったんですか？いや、いやまだ終わってないんだけど、はい、ここに行って、頑張れば結構ボーナスとか取れるよねみたいなところを、はい、なんか全然役に立たすこともできずに終わっちゃった。あら、まあなんか難しそうですね。でもまあ仕組みが分かればなんかやることは分かってきた、まあ、分かってきた気がする。そのやることはやれそうなんですか？今のところね、ちょっとだけやれてるかも。お、投資の半分以上は戻ってきてる。すごい、なんだかんだ。ちなみに投資おいくらですか？1万9000円です。あ、安いですね。今日は2人ともそんな使ってないかも。そうですね。あ、成功した。じゃあ2人で2万3000円でしょ。これは勝てるのでは。ただ忍び魂これ一回ハマったら大変なことになるやつですよね。そうだね。ですよね。あ、勝ちました。でここでショータイム。あ、しかも夜イブニングステージに行けると。イブニングステージってなんだ。あ、イブニングステージはここか。これが出やすくなるのかな、デカダンが。緑、はい、ドン。分かってきた、分かってきた。すごいやることが多い種だ。いいですね、暇しなくて。そうだね、暇はね、多分ね、これしないね。結構簡単に勝つな。だから ST タイプなんだけど、30ゲームの ST を最後までやらせてもらえるわけではない。
なんか20ゲームぐらいで次の ST に行っちゃうこともセット。あ、なるほど。だからなるべくギリギリまで引っ張って次のセットに繋いだ方がいいんだろうけど、残りゲーム数が多い時に次のセットに行ったら降格ステージに行くとか、そんな感じなのかもしれないね、得点としてと私は思うのであった。過去形だあーまずい、ついに1周決めを超えてしまいました。1周決め引き戻しとかあったもんね、1周決めみたいですね、可能性ある。あと2つなん、おっしゃい、あ、バレットマックス、この時点で勝ってるとこもあるのかね、マックスだと。そんな気が、よしよしよし、俺は勝ってるだろう、敵の弱さからしても。はい、めっちゃ細かくいろんなことが起こる。あ、ボーナス取った、出続けてますもんね。そうだね、これはいいことだと思います。今日もマリモさんにお世話になるか。面白いかどうかはちょっとまだよく分かんないけど、やるべきことは分かってきました。あとどうやったら出るのかも分かってきました。出せそうかどうかはまだ分からない。これがね、俺がどれだけ今やれてんだろうなというのはある。結構やれてんのか、それともまあ普通なのか。普通だとしたら結構出るんじゃない。周りはどうですか。周りは、あ、でも1300枚とか持ってる台もある。あ、お隣が1000枚ですね。全く一緒じゃないですか、こっちと1500枚と1000枚。右の方が1000枚で、その隣が、あれは通常時か、まあ、1回1300枚ぐらいも出たみたいね。だ1000枚まではいけそう。なるほどですね。僕ももうすぐ1000枚。すごい。今700、このボーナスはあと800枚ぐらいになるんだ。1個いいですか。はい、忍び魂3、はい、打ってると、はい、あの1000枚が全く見えないです。1000枚見える頃には、はい、5000枚が見えてるかもしれない。あー、なるほど。1000枚は言い過ぎだな。そういう考え方もあるのか。じゃあこれはどうでしょう。あの500枚が見えないんですけど、500枚取った頃には、はい、終わってるかもしれない。終わってるや難しい。きたドンドドドドドン。いや見えないですって。3000枚は2人でだから。へ、1人で背負わすわけないだろ。いやでも2人でだよ。